こんばんは。こんばんは。ソニカー、たくみです。ことです。今日は教科書には載っていないゲイの対応語をお届けしたいと思います。面白いね。はい、そう、はい、なかなかあのインターネットとかでね探せばまあ出てくることもあるんですけど、こういうの知っとくとちょっとなんかタイ人と、ね、タイに旅行来た時に会話できて面白いかもしれないかなというのを ね、はい、今日お届けしたいと思います。はい、ということでまずねちょっと知っておきたい、これは知っておきたいかなっていうのがゲイっていう言葉。もうタイ語にしたらそのままでゲイ、ゲイ、ゲイと言います。あ、そのまま、そのままでゲイ、はい、タイ語の発音で言ったらゲイと言います。もう一回、ゲイ。はい、わかりました。ゲイで、まあ簡単にゲイはゲイってことですね。うん、オッケー、カオチャイです。続いて、まあこれね、あの結構2丁目とか、うん、ゲイの中ではよく使われるストレートの人の言葉、ノンケって言うんですけど、日本語はね、ノンケって言うんだけど、タイ語はチャイテー、チャイテー。合ってる？合ってる。合ってる。なんで笑うのよ。チャイテー、チャイテーね。はい。ちなみになんかさ、あの男だよっていう言葉を使ったりするでしょ。プチャイも同じ意味。そう、プチャイと同じ意味だ。なるほどね。チャイテー、プチャイ。はい。今のがノンケです。続いて、あの間の方いらっしゃるでしょ、うん、チャイテー、ゲイの間、バイセクシャルの方は、バイセクションの方はバイと言います。あ、そのまま日本語でバイって言うんですよ。一緒、一緒でしょ。あ、一緒一緒一緒。あ、そう、バイ、バイ、バイ、これは簡単ね、バイ、バイ。はい、じゃあ次、さあここからちょっとね、あのみたいな言葉になるけど、タッチ、受け、ちょっと聞いていきたいと思います。はい、ちなみに、タッチは、タッチは、ロッ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 か。これはもともとなんか違う意味あるの？ロック、もともとの意味は先に進める人、うん、先に進むという意味ですね。なるほどね。じゃあゲイの言葉以外にも使うときはたまにある。うん、はい、ロッロッ。じゃあ次、受け、受けは、ラッラッ、大ラブ。そう、だ一緒の意味なのかと思う。受け取る、受け取る、うん、受け取る。なるほど、誰かから受け取るね。誰かから物を受ける。あ、なるほどね。ラブ、ちょっとこれ巻き舌だよね。ルルルル、あ、そうだよね。ロールやね、ロールラブ、ルラブ。ちなみにこれ巻き舌できない方はいるんですよ。このルロってできない人がいるけど、ルックだと分かんない。ちゃんとロールを発音してなくてもタイ人が理解できるかな。あ、理解できる。ロック、ラップ上でも、はい、ロック、ラップね。はい、わかりました。じゃあそれもさ、間の人がいるでしょ、どっちもっていう人。うん、日本語だとリバ、リバーシブルとかから来てるのかな、ちょっとごめんなさい、わかんないけど。はで、タイ語は英語から外来語で作ってる言葉だけど、ボーッ、ボス、ボー、両方っていう意味。両方で、ボーッ、ボーッ、両方がボーッ。あー、はい。で、続いてはですね、彼氏っていう言葉、僕これね、タイ語ですごい好きなの。うん、ちなみにタイ語ではフェーン、フェーン、フェーン。はい、で、なんで好きかっていうと、よく人に聞くとき、ちょっと仲良くなったときに、うん、ミーフェーンルヤン、うん、付き合ってる人いるの、恋人はいるのって聞くでしょ。男の人のことも女の人のことも、ゲイの人も、そう、性別関係なく、関係ない、あの両方で、女性の方でも男性の方でもフェーンを使います。ね、それがすごくなんか分かんないけど好き。はい、本当にちゃんとそのね、パートナーはいるのって聞きたい場合のタイ語の発音はこちら。はい、ミーフェーロヤン、ミーフェーロヤンクラブ。これでぜひシングルかどうか聞いてください。で、あのまあよくね言うよね、あの人かっこいいよね、うん、で、あのイケメン超イケるんだけど、はい、このイケメンって言葉はある、あると思います。それっぽいタイ語、コンロー、あー、コンロー、コンロー、コンロー、ハンサムな人、ハンサムな人で、コンロー、うん、コンロー、コンロー、うん、夜勤、コンロー。イケメン食べた。やっちゃう、
コンロ焼いたコンロ、イケメンさばいたイケメンさばいたコンロ、はい、これは別に古いその年配の人から若い人も使う。ああそう。ということで、まあここまでがあのよくね教科書に載ってないけどよくゲイの人たちが使ってる言葉 で、ね、逆にね僕があの、はい、タイ人の人に言われて分かんないことがいくつかあるのね、うん、で、それをちょっと3つ、紹介したいと思います。1つ目、ジャオシュージャオシュージャオシュー、なんかこんな一瞬中国語かなんかと思ったのジャオシューあパサジンローみたいな、なんか中国語みたいな感じなんだけど、これタイ語。うん、そうそう、ダッシュがタイ語だよね。意味はどういう意味は、例えば彼氏とか彼女がいるのに浮気をしている行動、行動をジャオシュー、ダッシュ。あーなるほどなるほどね。あの何回かキティに言われたジャオシュー、キティはそう今監督してくれてるけどジャオシュージャオシューね毎日会いね、はい、であと2つちょっとこれもねあのよく僕がね、うん、聞いてて違いがよくわからないものが、うん、1つは、うん、トゥ、うん、でもう1つがこれ聞いたことある人多いかもしれないカトゥーイ、カトゥーイ、あーカトゥーイ、でもねよく聞くのはトゥだったりするのね、うん、この2つの違いは何ですか。まずトゥというのが男の姿をしてるけど心はまだ女性的な心、女性的な性格を持ってる。あーなる。化粧もしてるけどあの、まあ、まだ性転換をしてない人か、まあ、見た目は男だけど、うん、ちょっと中はもう女性的。そう、女性的。あーなるほどね。そうで、カトゥイは女性に性転換をした男、うん、あ胸入れてたり、たりあの下を取ってたり、そうで髪の毛も伸ばした人、あもう見た目が女性かな。そうですか。あまり仲良くしてない、うん、ガトーイの人を呼ぶときにガトーイを言ったらちょっと失礼な時が、あの失礼なことになるかもしれない。あなるほどね。仲良くもない全然知らない人に、うん、そこのカトゥーイって言っちゃいけないってことね。そうだね。でもしまだ仲良くしてないカトゥーイ呼ぶときにもっと丁寧な呼び方にするとき、うん、あのトランジェンダー、英語のトランジェンダーを使った方がいい。あートランスジェンダー、なるほどね。まあでもさ知らない人に多分ね、日本人の人は知らない人にね、そこのカトゥーイって呼んだりね、そこのトランスジェンダーって多分呼ぶことはないと思うんですよ。で例えばまあもうさ見た目女性だからさ別にその方はそこの女性の方って呼ぶのは大丈夫、大丈夫。それはなんて呼んだらいいじゃん。店員さんとかでたまにねいらっしゃるじゃん、うん、なんて呼んだ。ピーピーでもピー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 サーピーサーこだい。ピーサーはもしピーサーでそのガトーの人が呼ばれたらあの嬉しくしてくれると思う。ノンサーは大丈夫。ノンサーはこだいの もし年下のカトゥイの人を呼ぶときにノンサー、ノンサーと言っても、あ、嬉しいな、嬉しい。明らかに年上だったらピサーを。じゃあで、どっちかわからないときはピサーをで大丈夫。ピサーで大丈夫。で、もうすごい若いなっていうときはノンサー、ノンサー、ノンサー。これ女性の人に使っても、うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。 OK、わかりました。トゥ、カトゥイと、またじゃあゲイはちょっと別なのかな。そうですね、はい、ではヤッホー。じゃあ次、ちょっとなかなかねこれも教科書には絶対載ってないと思うんですけど、はい、発展場。タイ人はその発展場みたいなところを呼ぶときにサウナ、サウナ、サウナ、パイサウナ、マイ、パイサウナ館サウナじゃない、サウナも僕の目的じゃないけどサウナに。あ、なるほどねはい、ということで今日はちょっとね、あのなかなか教科書には載ってないような言葉なんですけど、ちょっとね、夜ベッドの中で使うような言葉っていうのはあの教科書があるのでそれを買ってくださいというような感じの動画でございました。よかったら使ってみてください。ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับให้ทาคิมิซังด้วยนะครับはい、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。
かー。